Thank you.
Thank you.
そうですね、ダンス良かったですね。良かったです。エロかったです、はい、はい、興奮してました。はい、今日は福岡第一高校花間さんにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。芸能塾の司会を務めさせていただく小宮武尊、小坂誠です。よろしくお願いします。私たち芸能塾は日々歌やダンスなどそれぞれの夢に向かって努力しております。今日はその練習の成果を存分に発揮するので、はい、ぜひぜひ最後まで見ていてください。見ていてくださいね。皆さんペンライトお持ちですか？はい、歌の時ちょっと振り回してもらってもいいですかね。はい、ありがとうございます。昨日今日と私たちステージを踏んできましたが、そうですね、これで終わりですね。はい、ラストのステージとなってしまいます。はい、非常に悲しいですけども一緒に盛り上がっていきましょう。はい、テンション上げていくんでついてきてください。はい、小島なつみであなたのキスを数えましょう。プラクティスで2007年メドレーをお送りしました。はい、続いてアップ BB で僕の背中には羽がある、ロータスで未来予想図2、石川誓いで花水木、はい、3曲続けてどうぞ。
いや、花見つき良かったですね。良かったです。ウルウル来てましたね。泣いてましたよ、普段。はい。もう、いっぱいいっぱい気持ちが溢れて、素晴らしい。はい。僕、花見つきよく中学校の頃聞いてたんですよ。ほら。だからもう懐かしくて、ちょっと涙ちょちょ切れました。ちょちょ切れました。ちょちょ切れました。はい。続いてまいりましょうかね。はい。次は、田地みのりで飾りじゃないのよ涙は、まさきりかで、なだそうそう、アーティーで山口百恵メドレー、辻馬で夜桜お七を紹介します。こちらですね、夜桜お七はですね、あの日舞、西川流舞踊、西川智之さんが日舞を後ろで踊ってくれます。着物ですね。はい、それでは4曲続けてどうぞ。どうぞ。Thank you.
Thank you.
素敵な曲からなんか感動の曲、そしてこの着物の演歌まですごい個性豊かなステージを繰り広げていただきました。すごかったですね。あんな日舞なんてなかなか見れないんで、すごい貴重な体験でしたね。はい、さすが個性第一の第一高校です。とお気づきの方もいるかもしれませんが、私ちょっとロンリーになってしまいまして、隣の相方がいなくなっちゃいました。なんで？ということで、実は今裏で一生懸命次のダンスユニットのために準備をしております。皆さん最後まで見ていってください。それでは続いての曲紹介いたします。3曲ユニットが続きます。3ユニットですね、すいません、お客さんの方から突っ込んでいただきました。はい、まずスイートハーツでカーペンターズメドレー。こちらすごいハモリがすごくて実力派なので要チェックです、はい、そしてイケメンダンスユニットイルクラウンズでガバンメドレーを送ってもらいます。そしてかわいい子3人組シェルブルーで恋をしちゃいました。3曲続けてどうぞ。若すぎる。